どうもお疲れ様です。ナミさん、今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。 NFT の用語シリーズと、あとインスタの件ね、あとね、私的には動画を送っていただいた内容もそうなんですけども、メールで書いてあるね、あの例のほら5年のギャップっていうんですか、まあ男組とマッチとかね、あの辺ですよね、まあ、ここら辺がなんか面白いなというふうに感じました。やっぱりこの時間が過ぎる感覚ってのは、まあ、人それぞれ違うわけなんですけども、まあ、ちょっとしたこう年数のズレでも大きく感じたり、それとも同世代としてくくったり、まあ様々あるもんですよね。で、今回はそういうのとはちょっと違うんですけどもね、ちょっと気になることがいくつかありまして、そうですね、ここ3年間話題にならない日はないと思われる、まあ、例の感染症のことなんですけども、これはね、私の小さな見識だけで語ることはできないんで、ちょっとナミさんにも聞いてもらいたいなと思うんですけども、まあ、一応飲食店でそのクラスターが起きるというふうな触れ込みで、飲食店の営業制限とかがあったと思いますし、アクリル板とか黙食みたいな感じでね、今なんか学校給食でもなんかナイロンに包んだ空間で一人一人個別で食べてるみたいで、なんかすごく不気味なものを感じるんですけどもね、何が言いたいかというと、飲食店にね、何人かで行きますよね。で、行くまではみんなマスクしてるわけなんですよ。で、消毒して飲食店入って、で、じゃあいただきますって言ってマスク取って、で、美味しく食べる、楽しく喋る。こういうことをするんですよ。で、まあマスクは当然してません。で、いろんなおしゃべりで楽しみます。つまりは、これは、感染症騒動が起きる前の状態に戻ってるわけなんですよね。非常に危険な状態だというふうに言われていたはずなんですけども、もうへっちゃらでその環境にいるわけですよ。かと思ったら食事が終わりました。皆さんマスクをします。店から出て無言でみんな歩いていくんですけども、その時にはマスクしてるんですよね。いや、不思議ですよね。それからね、車を運転してる方でもたった一人で運転してるのにマスク装着みたいな感じで、まあ、習慣化して定着したといえば、まあ、それまでなんですけども、別にこれをね、取って思考停止だとかなんとかっていうつもりはないんですが、なんか、そういうふうに人の習慣は変わっていくところもありますんで、無理もないなかなと思うんですけども、まあ、こういう現象ってのはね、私の見えてる範囲だけで起きてるのか、それとも、まあ、ナミさんのね、見えてる範囲でも起きてるのか、みたいなことで、まあ、別にどうってことはないんですけども、あ、そんなもんなんだなというふうに、ちょっと思いたいなというところがありまして、ちょっとね、連絡させていただきました。そしてもう一つなんですけども、なんかね、いつの間にかね、日本はワクチンの接種率がナンバーワンみたいなんですよ。で、6億個の在庫があるみたいですね、ワクチンの。それでも全然吐けなくって、廃棄にもなってるらしいんですけども、当初は、低温で3ヶ月なり6ヶ月が持たないという賞味期限だったんですけども、今はへっちゃらで1年以上賞味期限が過ぎたやつも投与されてるみたいなんですよね。で、健康被害も出ていて、その被害者の会みたいなのが出ていてですね、なんでも2000人ぐらいがその予防接種の影響でお亡くなりになっていたりとか、半身不随になったりとかね、言語障害が起きたりとかっていうふうに、まあ本当に全体の量からすると一部なのかもしれませんけども、そんなことも起きてるみたいなんですよね。ただこれが本当なのかどうか、どのくらいの規模なのかってことはちょっと確かめようがないわけなんですよ。ただ私の身の回りでもね、接種してすぐにその日のうちに亡くなった方とかいたりとか、不具合が起きちゃってね、もう仕事も辞めざるを得なくなっちゃった方とかいて、いや結構困ってらっしゃる方いるんですよね。で、やっぱ久保さんの言う通りだったって、様子を見とけばよかったねっていうふうに言われる方もいれば、まあでもね、その人はその時ベストの選択をした、その選択をしたわけですから、その時は、いろいろ思いがあったんでしょうね。私としてはね、この予防接種ってのは、今日明日に焦ってやらなくてもいいんじゃないかなっていうところがあるんで、今、いわゆるワクチンがね、始まって2年ぐらい経つんですけども、まあ健康なら、別にしなくてもいいのかなとも思いますし、そろそろやっとこうかなと思えばその時だし、いろいろ思いはあると思うんですけども、ワクチンの接種率世界一のこの日本が最も
陽性者がこれ世界一でまた出てるという現実もあったりとかね、まあ何なんだろうなと、そして、まあ、その情報源どこですか、裏付けあるんですかって聞かれると別にないわけなんですよ。それはね、もともと厚生労働省を信用するとしたら、厚生労働省自身も当初から例の感染症は確認されておりません、要するに存在がわからないんだけども、あるものとして対応しますみたいな形になってるんですよね。私なんてすぐこういうとこ調べて見て見に行く方なんで、あ、なるほどなとこう書いてるなと思うんですけども、多くの人は別に厚生労働省のホームページなんて検索もしないと思うんで直接見ることはないと思うんですよ。あと情報の更新もされますんで、以前はこうなってたんだけども、しばらくしたらこうなって変更になったとか削除になったとか追加されたとかってもあるんで、だからちょくちょく見に行かないと、発信の変化っていうのも追えなかったりするんですよね。まあいろんな世の中だなと思います。それから YouTube もちょっとしたことでアカウントを閉鎖停止されていたわけなんですけども、最近はね、うっかりコロナって言っても大丈夫だったりとか、ワクチンって言っても大丈夫だったりするんですよね。まあ一応ね、一応慎重には慎重を期して予防接種とかね、感染症っていう言い方をするようにはしてますけども、まあ不思議ですよね。まあこれについてどう思いますかってことを聞くと、またね、パーソナリティに触れることにもなるんで、今回はね、特にどう思いますかなしにしておきますけども、まあ、私はちょっと不思議だなっていうのと、半分滑稽だなと思うのがね、飲食店の例とその予防接種の接種率ですか、やればやるほどなんかね、その感染が広まるみたいな現象が起きてるなと思ったりするわけなんですけどもね、一体何が起きてるんでしょうかね。ということで今日は以上でございます。お疲れ様です。